スル TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今回はですね、とあるお店から DM をいただきまして、すするも気になっていたお店だったので行ってきました。と、東京メトロ日比谷線人形町駅から徒歩5分くらいのところにあります麺ヤマラーさんにお邪魔してます。こちらヤマラーさんは2010年オープンで、東京の都心部人形町駅の近くで10年以上営業を続けているラーメン界の中堅店です。すするももちろん知っているお店で、いつか行きたいなーなんて思っていて、そのままちょっと行けなかったっていう感じだったんですけど、とある日ですね、店主さんからこんな DM が届きました。普段からね、 DM とかあとお問い合わせのメールとかでラーメン屋さんから連絡いただくこと結構あるんですけど、新店オープンしたので来てくださいとか、いくら払ったら来てくれますかとかね、結構そういう問い合わせもあって、そういったメールにはあんま対応してないんですけど、結構よく言われるんですけど、僕個人店に関してはお金をもらって行くってことしてませんので。前にあったんですけど、なんかお金払ったらすするさん来てくれるんでどうですかみたいなこと言ってるやつがなんかいたらしくて、もうそういうこと言ってるやつら全員嘘つきなので、もし過去にそういう体験したことあるってお店の方いらっしゃいましたら、僕に直接DM送ってください。僕はそういうこと一切してませんので、ちょっとごめんなさい、話が逸れてしまったんですけど、ヤマラーさんほどのお店がなんでわざわざこうすするにメールしてきてくれたのかと、ちょっといろいろ話してたら、こんな感じでね、コロナ禍ということでかなりこう集客に困っているということでした。もちろんやっぱこうコロナ禍ってことによって飲食店の方特にこう危機的な状況に立たされていることすごくあると思うんですけど、有名店だとしてもこう都心部だとリモートワークとかでなんかこう家に出なくても仕事ができるっていうことが増えてる関係で、外出する人が減っていてもそれに伴ってこうお客さんも減ってしまっているってことがあるのは本当ラーメン界でも事実だって。そんなわけでね、せっかくこういったメールいただいたんで、すするでも力になれればということで、今回は念願のヤマラーさんに訪問してきましたということで、こだわりの一杯を早速すするに行っちゃいましょう。レッツゴー。東京都地下鉄人形町駅、江戸時代に歌舞伎や浄瑠璃、人形芝居なども行われており、これらを見に来たお客さんにお土産の人形細工を売るお店が多くあったことから人形町という名がつきました。さあ、というわけでね、本日は、世の中でね、祝日なんですけれども、私すするはやっぱ毎日ラーメン生活をしているということで、本日もラーメンをすするに人形町駅来ましたね。人形町駅、なんか伝統がありそうな感じ、薄いコメント、めちゃくちゃ薄いコメントで申し訳ないけど、でもなんかこう日本橋は大阪だわ、日本橋とかね、これ人形町のあたりとかは結構東京のね、伝統の老舗のお店が残ったりするイメージめっちゃありますね。本日行くヤマラーさんですね、かなり前から結構すする TV のその視聴者さんからはね、リクエストいただいてまして、特にね、夜限定で提供している激カラーっていうメニューがあって、ある種ね、こうお店のチャレンジメニュー的なところになってるんですけど、激カラーもすすりたいなとか思いつつ、でもやっぱりレギュラーのラーメンも食べたいよねとか思いつつ、なんやかんやで行けてなかった系のお店なんですけど、店主さんからね、ちょっとやっぱメッセージをいただきまして、やっぱね、昨今のその飲食店のやっぱ厳しい現状っていうものをこうやっぱあるんだなっていうのを思いつつ、やっぱ行きたかったお店だったんで、ちょっとぜひぜひ行かせてくださいということで今回向かっております。いや、楽しみですね。ヤマラーさんとかもその老舗ってことではないけど、ラーメン界のいわゆる中堅的なお店で、名前はねすごく有名なお店でもあるんで、そういった有名なお店でもやっぱ昨今のようなね、状況は結構厳しいものがあるのかなとか思うと、なんかこうやっぱ悔しいというかね、こうやりきれない思いはありますよね。もちろんできることだったらね、もう全てのラーメン屋さんに僕は行きたいんですけど、僕の体も胃袋もね、一つしかないんで、そういうわけにはいかないので、でもなんかこうやっぱ困っている時はこうお互い様というかね、私すするも動画始めたばかりの頃はね、本当ラーメン屋さん、いろんなラーメン屋さんに助けていただいたので、そういった恩をね、こういう形で返していきたいなと思いますね。さあ、麺ヤマラーさん、食券です。今回は店主さんのおすすめということで、味付き卵付き塩ラーメンの玉塩ラーと台湾丼をプッシュしました。店内には名馬アーモンドアイの写真も飾っており、すするが初めて馬券を買ったのもアーモンドアイのラストレースでしたね。しかも見事一着でゴールし、アーモンドアイもすするもウィンウィン、すするとラーメン屋さんもそんな関係が築けたらなと思いながら待ってた。こちらが麺ヤマラーさんの玉塩ラーと台湾丼です。うまー。ラーメンのトッピングとしては珍しいトマトの赤が彩りを添え、太めのメンマも印象的。巻かれたチャーシューもどでかく鎮座していていいぞってことで、いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。ソフン、鶏白湯とベジポタを合わせたようなトロトロの濃厚なスープで、鶏と野菜による濃厚さなのでしつこさはナッシング。とろみが塩味をまろやかに包み込み、優しくも旨味が効いているこのスープ、すするは飲むのやめて。
さあお次は麺をリフトアップしてご挨拶したらせーのでスースルー。ならん、トロトロのスープとねっとり絡みまくる中太のストレート麺はもちもちとした食感でうまうまの美味。スープ側からも絡んでくるし麺側も掴んで離さない、そりゃ青い湯をゲットできますよ。このままどんどん進みましょう。さてここで何気なくメンマを食らってみると、シャクコリとした食感が気持ちよく、メンマに染みた味もうまい。存在感がありながらラーメンの邪魔にもならない迷惑客です。それではいよいよここで台湾丼に登場してもらいましょう。中央の卵黄を崩して 1-2 の食らう。ミンチ肉の素材の肉肉しさを感じられ、ガツンと辛みが効いていて、かき込むごとに汗がにじむ。すするにはこの台湾丼をかき込むことしかできないけれど、君には君にしかできない、君ならできることがあるはずです。ってな感じでチャーシューはトントロのような強めの弾力があるような食感で、じゅわじゅわっと脂身から染み出る甘みが何とも言えん。その脂身によってコーティングされた口内に麺をすすり込めばまたまたうましい。そして今度はそんなチャーシューを台湾丼と合わせて食らえば無限のパワーでゴーゴー、ありがたい限りです。というわけで美味しいメンマもパクパク食らいつつ、可愛い赤いトマトもニコピンちゃんでいい酸味、鶏ベジスープとも相性良しでまだまだすすれる起爆剤。やはり濃厚なのにしつこさがない部分が後半でもだれさせない要因となっており、君がトロトロの味玉を食らったらいよいよクライマックス。一心不乱に台湾丼をかき込みまくって本日も完食です。大変美味しくすすれました。細部までのこだわりを感じられる一杯で、他のメニューも気になるところ、またすすりに行きたいです。それではごそれおう。はい、ごちそうさまでした。いやー、山田さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。トロトロスープの塩ラーと大満足必至の台湾丼をいただきました。券売機の左上は醤油ラーメンだったんですけれども、店主さんのおすすめは塩ラーということで、今回はね、塩ラーで行かせていただきました。トロトロと濃厚な鶏と野菜を使った鶏白湯ベジポタスープって感じで、濃厚さありつつ塩だれもまろやかに効かされていました。トッピングでトマトが乗ってるのは珍しいなーなんて思いつつ、すする的にはね、メンマがかなり美味しくてびっくりしました。メンマが美味しいお店ってことは、こう細かいところまでこだわって作っているっていうことの表れだと思うので、メンマがうまかった時すごく嬉しかったですね。まあ、今回はね、山田さんからの DM きっかけでお店に行くことになったんですけど、まあ、ありがたいことにね、すする TV でこう動画出させてもらったお店の方から、すする TV 放映後お客さんすごい増えましたとか、まあ、そういった声をねいただくことも結構最近増えてきて、今回のね、山田さんのようにこう隠れた名店なのに最近ちょっと集客に困っているみたいな、こういったお店にも少しでもねいい影響があったらと思ってます。自分にね、そんなめっちゃ影響力あるって思ってるわけじゃないんですけど、やっぱりこうラーメン界を盛り上げたいっていう気持ちは常に持ってるんで、動画を通じてズルズルズルと面々にも美味しいラーメン届けたいっていう気持ちあるんで、すするもね、さらにこれからも頑張っていこうと思っております。ごちそうでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺山田さん、みんなで山田すすらーぜやー、助けよう。どうもチャルゾーです。のびーです。編集後期、はい、本日のお店は麺山田さんです。山田、はい、山田かもしれないけどね、うん、かもしれません、わかりませんが、はい、DM をいただいて翔太さんの声にね、お伝えして、はい、シリーズですね、じゃないです ですね、そう、店主さんからねいただいて、うん、あ、視聴者じゃなくて、そうそう、編集の、まあ、コメントも4年前に来てますから、ね、そうだよね、はい、そうだよ、視聴者からの声にお答えしてのシリーズ、お答えして、そうそう、どっちかといえばそっちなんで、その普段そういうのしてないんで、そうそうそう、個人店でね、動画内でも言ってますけど、スルさんがね、まあ、ちょうど行きたかったのにちょっとこう あったっていうだけで、そうそう、4年前と6年前にね、そう、そコメントで、ね、視聴者からいただいてたから行けましたシリーズですよ。そっちシリーズですよ、久しぶりの視聴編ということで、ね、そう、しかもあのアーモンドアイの写真がね、あ、で貼ってる、スするが初めて、あ、馬券を買ったアーモンドアイ、珍しい、そう、そういうのもありますからね。どうですかアーモンドアイ。僕はあんま覚えてないんですよね。え、名前はすごい覚えてるけど、あ、僕そんな詳しくないんで、やめてください。いや、嘘つけ、やめてください、嘘つけよ、どうしてん